今日は、11月の28日ですね。まあ盆栽の仲買人としてお声がかかればどこへでも買いに行きますということで畑買いに来てます。よくある畑位置じゃなくてですね、もう本当単純なら畑買いです。畑に植わった状態で買ってくださいという、そういうものですね。これは真柏の素材、盆栽素材です。植木のように植わってますけど、ちゃんとですね曲がついて、あ、これなんかね、曲がついてますよね。こういう素材が曲がついてますよね。こういう素材が、たくさんあります。実はお父さん亡くなられて、お母さん奥さんだけになったんで、もう掘り出さないと。以前はねお父さんが、掘り上げて、盆栽市場の方へ持ってこられてたんですけど、ちゃんと根巻きにしてですね、角巻きにして持ってこられてたんですけど、ちょっと奥さんだけじゃできないということで、こちらでも畑、植わったままの販売です。自分で掘り出さなあかんですね。まあ今日11月の下旬ですから、2月の玄関期、まあ、ですから1月のね、中旬までは、掘り起こす土可能ですね。寒い2月はちょっとやめて、また3月の中旬あたりから掘り始めます。まあ一度に言っちゃちょっとできないんでね、まあその3月4月まで余裕をいただけるという条件で、今日は買いに来ました。まあね、事情が事情だけに、もうなるべく高くで買ってあげたい、なるべくね、残さないようにということで、まあうちのサイズ、合うサイズのものに関してはもう、木を見てないです、正直。もう、高さ、寸法、樹高だけで買ってます。はい、今日はね、なんとね、さっきから警察が回ってるんですけど、アナウンスしながら、パトカー走らせてるんですけど、イノシシが出たそうです。もうこれ、この時何もないですからね、怖いですよね、誰もいないし。でさっきね、近くに家が一軒だけあって、そこの犬が鳴くんですよ、怖いでしょう。まあ、そういうところですよね、畑ですからね、当然です。まあ松の産地なんですけど、こういうね、当然松柏という括りで真柏の素材を作られている生産者の方もいらっしゃいます。でこれね、あそこあたりから見えてきますけど、まあ、緑のテープは実はサイズの大きいものなんですよ。こちらもね、本当は50本予定してたんですけど、今1本試し掘りしたらね、やっぱり根がちょっときつくて、ちょっと私じゃ掘り起こすのに、難儀するということで、ちょっと20本で止めました。申し訳ないです。まあこれはね、もう少し専門の、掘り起こしに慣れた業者さんにお任せする方がいいと思いました、ね、こういう木です。なかなかいい木でしょ。まあ、それとね、ここちょっと実は問題がありましてですね、非常に狭いんですよ、ここまでの導入口がですね。ですからもうここ当然ですけど、軽トレ走ったようなとありますけど、ちょっと厳しいですよね。でもってハイエースなんてとてもじゃないんで、私は今日はこういういつも生産者さんの狭いところへ、狭いところって道ですよ、狭い道へ行くとき専用の、ミゼットで来てます。これね、便利なんですよ、こういうところに来るときね。ちゃんとこう荷物も詰めますんで、まあ軽トラほどは詰めないですけど、軽トラの半分ぐらいは詰めますんでね。まあどうでしょう、さっきの素材で言うと20本はちょっと無理かな、十数本ずつぐらいは持って、土がつくからダメかな。まあちょっとずつ来てですね、引き上げて掘り上げていこうと思います。もうちょっと試し掘りして息が上がっちゃいましたよね。感じいいでしょ、いい素材になると思いますよ。市場へ私はもう掘り上げたこのまんまで持っていこうと思います。交換会へもですね、ちょっとね、さぬきや緑部屋あたりで売るサイズのものは少ないですけど、まあ盆栽マーケットとか高松盆栽流通ではちょっと掃除して出すかもしれないですね、あくまで素材として。はい、以上です。お楽しみに。